皆さん、おはようございます。オタカルチャーの小川です。今日は2019年12月31日、大晦日です。そして、コミックマーケット97、最終日、僕がサークル参加をする日でもあります。現在時刻、朝の5時20分です。今ですね、出発する準備が整いました。今日はですね、サークル参加者の一日という、形で、サークル参加する場合、どんな一日の流れになるのかというのを皆様にご紹介できたらと思います。まずは、この家を出発してですね、僕の場合は大崎駅ですね。まずは JR の大崎駅に行って、そこから臨海線に乗り換えて国際展示場駅を目指したいと思います。それでは行ってきます。大崎駅到着しました。現在時刻が6時55分ですね。サークル入場の方はですね、7時半からなので、今からのんびり向かえばちょうどいい感じですかね。今ここの後ろのニューデイズで朝ごはんおにぎり買ってきました。ちょうど臨海線の乗り場はですね、この奥になるので、そちらの方に向かって臨海線に乗車して、国際展示場駅ですね、向かいたいと思います。それでは行ってきます。国際展示場駅到着しました。ちょうど僕の後ろが駅なんですけども、待ち合わせ場所にたくさんの人がいらっしゃいます。この駅出てですね、すぐ左側に大きなホテルができてます。めちゃくちゃ綺麗になってますね。で、ホテルのさらに奥の方にはジャガー、ランドローバー、車のディーラーですね、外車の。しかもセブンイレブンもできたんですよ、このホテルの1階部分ですね。前は出てすぐローソンがあったんですけども、今もローソンあるんですけども、もう一個コンビニが増えるような形になりましたね。ではもうサークル入場開始になっているので、入場の方をしていきたいと思います。到着しました。ここですね。到着するとこういう印刷会社さんのチラシがたくさん置いてあります。で、これをしまって、あとこの僕のスペースの椅子ですね、これを、このスペース側、座る側ですね、に置いて、設営の方をしていきます。まだ一応仮ですけども、一応 一通りセッティングしてみました。こんな感じです。新しいステッカー、おまけの写真、これが新刊ですね。はい、
ど今僕が向いている方が、壁際なんですけども、すごい列ができてますね。壁側に配置されるサークル様は人気のところが多くてですね、なぜかというとそのサークルに並ぶ列がですね、この会場の内側の方にサークル配置されていると列を作るのが大変なので、壁側に配置しておけば外側にこう建物の外に列を逃がすことができるので、あらかじめすごくこう混雑が予想されるサークル様、人気のサークル様は壁際に配置されることが多いですね。走ると非常に危険なのでやめましょう。本当にぶつかっちゃったり転んだり怪我しますので、流行る気持ちを抑えて走らないようにしましょう。すぐ近くのシャッターが開いていて今はちょっと寒いです。新刊とステッカー、はい、ありがとうございます。2100円ですね。おまけの写真4枚、はい、4種とステッカーと、はい、新刊ですね、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやありがたいですね、本当に。今来られた方もすごい、なんかこうバインダーリストがバー書いてあって、いろんなサークルさんを回る中で僕のところにも来ていただいて恐縮です。本当にありがとうございます。まあ、本当は回る順番ミスると売り切れになったりするので、そこが結構大変なんですよね。壁際の人気サークルさんを先に攻めるとそこですごい時間食っちゃって売り切れになるってこともあるので、僕いつもどうしてたかな、まあ、ある程度その壁側の大きなサークルさんってその搬入している部数も多いので、僕は先に真ん中の方のまあサークルさん、ちょっとまあ行きたいところ回ってから壁側に行ったりしてましたね。で、行く壁サークルさんも絞っとかないと時間がかかって大変なので、だいたい多くても 2,3 ぐらいにしてましたね。まあ、あとはやっぱり友達と手分けして効率よく会場をこう回るっていうのがいいと思いますね。あ、ありがとうございます。あ、わかりました、ありがとうございます。あ、じゃあキットカットいいですね。ここの島はこういうブロック貸し箱、写真島ブロック貸し箱、素晴らしい。ありがとうございます。なんか僕もちょっとおかしいです。持ってきたのがあるの、はい、この写真島のブロック貸し箱が回ってきましたので、多分この順番でこう、ま、隣に回していただけると、はいはいはい、そうですね、はい、お願いします。キットカットいただきました。いいですね、こういうの。どうぞご覧ください。おはようございます。夏コミの時はありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。本当に朝から本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、先生ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手していただいて。あ、全然全然、本当に本当にわざわざお越しいただいて本当に。おまけのでは写真4種と、はい、ステッカーと、新刊ですね。ありがとうございます、はい、一応新しい名刺も作ってみたのでよければ、はい、ありがとうございます、はい、すみません。 YouTube の動画の方でもすごく楽しみにしております。 ありがとうございます。頑張ります。無理をせずに頑張ってください。あ、どうかそちらも体調には気をつけて、はい、はい、良いお年をお迎えください。良いお年をお迎えください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ステッカー1枚もはい、100円です。あ、大丈夫ですよ。はい、では400円のお返しですね。あとこちらステッカーと、はい、アメちゃんよければどうぞ。ありがとうございます。 ありがとうございます。本当に良いお年をお迎えください。ありがとうございます。本当多くの方のえ、お仕事さ、昨日本当に今日の1時くらいに出てきました。うわ、本当すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。2000円です。あ、ステッカーをステッカーもちろんです。2200円です。今後とも
よろしくお願いいたします。また新刊楽しみにしてます。はい、はい、頑張ります。良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、そちらもありがとうございます。ありがとうございます。最高じゃないですか。別売りのプロジェクターが、あ、いいですね。ワークマンでいいか。僕はいつもあのこういうジーパン履いて、コミネのこういうニープロテクターつけて、で上にあの冬はワークマンのイージスの下履いて、で上はバイクジャケットですね、プロテクター入ったので。ワークマン安いっすね。いや、イージスがもう性能良すぎちゃって、本当にもうあれだったらもう全然平気なんですよ。もうどうも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 、お久しぶりです。お元気です。どうですか、お元気ですか。あ、相変わらずおかげさまで。早速新刊いただいて。あ、ありがとうございます。じゃあ2000円です、はい、お願いいたします。ステッカーどうしようかね。2つ。あ、はい、じゃあ2200円ですね。もう貼ってあげてください、どっかに。バリバリ貼りますよ。はい、2000円。はい、2000円。はい、あのどうかあのそちらもご安全に、はい、お互い楽しみましょう。はい、またあのいつでも遊びに来てください。はい、こういう時に もちろんです。はい、では良いお年をお迎えください。はい、来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。身の回りのものに。もうすぐ12時です。注意ください。やっぱり気温が上がる予定だったのもありますし、人も増えてきて会場内が暖かくなってきました。あ、こんにちは、どうも、小川と申します。買いに来ました。ありがとうございます。いつも動画も楽しみに見ております。ありがとうございます、本当に。じゃあこの僕のスペースの前だったら大丈夫。あ、大丈夫です、はい、あ、これで大丈夫、はい、これで、はい、OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、本当今後ともよろしく毎回動画はお願いいたしま す, しします。そして良いお年をですね。あ、そうですね、はい、そして来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。あの島根から来ました。あ、本当に遠くからわざわざ。これあのお土産ですけど、はい、ありがとうございます。ちょっと遅くなりましたけど、あなたの動画のおかげで、あの初めて C91 から参加してすごく役に立ったんで、ありがとうございました。いえ、こちらこそ本当に本当に遠いところから。いや、本当はね、最初から来て本当は、あの紙媒体のやつが 1と2も欲しかったんですけど、なるほど、印刷会社が変わっちゃって、はい、で全く同じようにはちょっと出せないんですけど、ちょっと紙質が変わって値段も、まあ、前より安くなるかもしれないですけど、紙質変えてちょっとあの再販は考えているので、あのまた都合がもしよろしければその都度来ていただければ、昔のも作ろうと思っているので、はい、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あの良いお年をお迎えください。はい、はい、失礼します。お菓子ボックスまた戻ってきました。 ありがとうございます。なんかすごい増えてる。なんかすごいですね。すごい増えてる。もうお菓子ボックスが回ってきました。あー、はい、すいません。お隣に回していただければ大丈夫です。はい、皆さんお昼食べてるんですかね。12時回ったのでちょうど外の屋台が混み始めてる頃だと思います。あ、こんにちは。新刊1つください。はい、2000円です。はい、はいはい、ちょうどいただきます。少々お待ちください。あとアメちゃんもよければどうぞ。すいません、はい、YouTube の動画で知って。あ、ありがとうございます。あの今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。良いお年をお迎えください。あ、どうも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 、いつもありがとうございます。本当に今日来させていただきました。なんか今日暖かくないですか。今日そうですね、今日暑いんですよ。今日外がもうカンカン出てきて、そうなんですよね、本当。ありがとうございます。あの今日一日いるんで、またよかったら遊びに来てください。はい、お願いします。ありがとうございます。あ、こんにちは、お待たせしました。はい、小川です。どうも、いつも動画見てます。ありがとうございます。最近新でステッカーだけ、ステッカー、はい、100円ですね。 ありがとうございます。どうぞ。はい、あと僕の名刺とアメちゃんもよければ、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、こんにちは。どうも、新刊とステッカーお願いします。あ、はい、じゃあ2100円ですね、お願いします。
はい、はい、あ、ちょうどありがとうございます。自分の動画楽しみにしてる。 ありがとうございます。あの今後ともよろしくお願いいたします。行ってください。バイクの免許今取ってる最中です。おー、マジっすか。無事に合格できるのを祈ってますので、はい、あのこれ付けさせてもらいます。あ、もちろんあの外側にもあの屋外でも使えるやつなんで、よければぜひぜひ。ありがとうございます、本当に。はい、では良いお年をお迎えください。はい、頑張ります。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、今後ともよろしくお願いいたします。では良いお年をですね。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。アメちゃんもよければどうぞ。はい、頑張ってください。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ僕の名刺もつけておきます。ありがとうございます。アメちゃんもよければ。ありがとうございます。ありがとうございます。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、お片付けですね。サークル参加はここで終わりではありません。お片付けがあります。フォトブックを片付けて、これも外します。机の片付けもあるので撤収作業は手早くですね。これは緩衝材のやつあるよ。